左翼、SF と現実が区別できず、笑いのに。現在、左翼の皆様が、SCP 財団と呼ばれる短編、SF 小説などをまとめたサイトについて、実在している団体かのように扱ってしまっており、笑いもになっております。まあ、こういった左翼の皆様のフィクションと現実を区別できないという問題は、まあ、今回が初めてではなく、 新聞記者という作品でも確認されておりますが、この SCP 財団というサイト、まあ、手軽に SF が読めるサイトでございますので、私もたまに利用しておりますが、佐賀の皆様、まあ、様々な主張を行うこと自体は自由でございますけれども、まあ、最低限フィクションと現実は 区別をしていただき、今後は、まあ、現実的というか事実に基づいた主張を行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。